いきなりですが、さて問題です。今回動画の中で何々学校2つの建物が登場いたします。さて何という学校でしょうか。2つコメント欄に書いてください。ではスタートです。名前変わったってね。ねえ、うん、ちんさん、名前変わったらさ、本当わからんとなるよね。何やったっけ。制服もさ、もう今変わってしまってるけどさ、うん、女子コーナーの制服もさ、全然わからん。わからんね。皆さん答え分かったでしょうか。もう自信なくてもですね、コメント欄に一つでもいいですので答えを書いてみてください。〇〇学校っていうのが、2つ登場してました。〇〇学校ですね。
いいですか、お待ちしております。そしてですね、タックルン長崎、チャンネル初めて見ていただいた方々どうもありがとうございます。異色なタクシー運転手をやっておるんですが、この動画を通じてですね、全国で頑張る長崎出身者の方々へ、応援とともに、動画をですねアップさせていただいております。長崎出身者ではない方々もぜひとも応援という形で、チャンネル登録の方お願いいたします。次回はですね、野母崎町、特集になります。野母崎町今暑いですよ。いろんな建物新しくでき、工事中だったりとかですね、温泉宿リニューアルしたりとかしておりますんで、ご覧になってください。では皆さんお元気で、バイバーイ、ね。